お待たせいたしました、よろしくお願いいたします。もう間もなくですね、RT 監督そしてドライバーによるトークショー始めさせていただきたいと思います。MC を務めます、サンミュージックというですね事務所で、お笑いをやっておりますシューマッハというコンビのゴミと申します。どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと皆さんね、ちょっと皆さん、監督さんそしてドライバーさん登場するんですけども、ちょっと拍手の練習だけね、ちょっと軽く皆さんいたしましょう。もう温かい拍手ね、爆裂の拍手をいただけたらなと思います。それでは皆さんよろしいでしょうか。さあ登場してきました、拍手。あ、素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしい、完璧でございますね。もうね、ご本人たち登場したらより大きな拍手いただけたらなと思います。さあじゃあ早速もう始めさせていただきたいと思います。皆様ですね、温かい拍手、熱い拍手でお迎えください。まずは ARTA 総監督鈴木あぐりさん、そして ARTA エグゼクティブアドバイザー土屋圭一さん、さらに GT500 ドライバー野尻智樹選手、伊沢拓也選手、そして GT300 クラス高木慎選手、そしてショーン・ウォーキンショー選手、皆様温かい拍手でお迎えください。ありがとうございます、素晴らしい拍手ありがとうございます。それでは皆様ご着席ください。いやありがとうございますね。ただいまからね、監督そしてドライバーの皆さんによりますトークショーを始めさせていただきます。ぜひ皆さんねお立ち寄りください。さあさあさあということで、ちょっとねいろいろお聞きしたいなと思うんですけども、まずはちょっと前線振り返っていただきたいなということで、あぐりさんいかがでございましょう。前線振り返っていただいてどうでしたか。スゴスゴでございます。あ、スゴは、はい、予想以上に良かったかな。予想以上に良かった、なるほど。確かに前のスゴはちゃんと事前テストがあったんですけど、はいはいはい、その時結構調子悪くて500の方が、はい、あ、ちょっと厳しいなと思ったんだけど、うんうん、走り始めたら結構調子よくて、はい、いやいやちょっと素晴らしかったですね。よかったです、はい、予想より上回ったという。そうですね、結果、まあ、2位だったんですけど、はい、まあ、結構重量積んでからのレースだったんで結構厳しいかなと思ったんですけど、はいはい、まあ思った以上に、うん、まあ、100号車にちょっとやられちゃったのがちょっと痛かったかな。なるほどなるほど。などうでした、はい、どうでした、野尻さんどうでした、はい、そうですねまあいいんじゃないですかなるほど、まあまあいいと、うん、いや、ね、素晴らしい表情で最後に笑うのはうちだよな、はい、いやそうですよ、これはぜひ笑いすぎですよいやいや個人攻撃をさあそして土屋さん300クラス、まあ、ポイントを取れたらいいなとおっしゃってた中で、まあ、1ポイントを獲得ということでいかがでしょう、振り返っていただいて。いかがでしょうっていいに決まってるでしょ、まあ、いやそうですね、そうですね、ええ、仙台に行くときにね、もう、はい、2回勝ってるんでウェイトが100キロ積まれてますから、はい、まあ、すごいよね、100キロって。100キロ積んで1ポイント取れたってのは。100キロでさ、4人で乗ってレースやってるみたいな感じだね。4人、うん、みたいな感じ。4人、100キロ4人乗りでレースやってる。4人乗りのレースね、うん、あんまなんかあんまり共感できてないね。だから新一君も、はい、ショーン君もすごい頑張って、うん、1ポイント取ってくれたおかげで、はい、今ランキングトップで九州に来れたということです。素晴らしいです、これね、皆さんぜひぜひね、これまた楽しみな、なかなかね、はい、その300が4ポイントリーダーで、はい、うん、500が今ポイントリーダーで、でこのレース終わったら両方ともポイントリーダーで最終戦行くという、そういうプラン、そういうプランじゃなかったね。でそのままお二人どうですか、500モテギで逃げ切ってダブルタイトル見えてきたか、俺はだから説明して、いや今回は55の番なんです僕らは交互に急にお二人とも下向き出しましたね今ね急に。いやでもウエイト半分になったからね、このオートポリスで。そうですね、オートポリスでウエイト半分で、モテギでウエイトゼロになってガチンコ勝負っていう。だからそういう意味では、うん、まあ、今回朝のねフリー走行やって55号車今まだ52キロ積んでるんですけども、はい、5番手だから上出来ですよ。いやー素晴らしい。そしてもうフリー走行もう8号車トップで、トップだもん、伊沢、伊沢かっこいいじゃん。違うんですよ。いや否定から入りますよ、ね。せっかくまず、はい、ここの事前テスト100が来て、はい、すごい調子悪そうで、
走り出して、はい、なんか僕らもあんまり調子良くなかったし、まあ、ウェイトもいっぱい乗ってるから、はい、まあ、昨日から話してる感じギリギリ Q1 取って予選7位ぐらいでレース5位ぐらいで終われたらいいかなみたいな感じを話してたら、はい、で朝フリー走行走り始めても調子悪いし、はい、なんかやっぱ Q1 ギリギリなのねって言ってたら単走で急にトップになったもんで、はい、もんでみんなのこの期待のプレッシャーを急に背負い始めて心の準備ができてない2人です。なるほどなるほど、いや、ほんと違うでしょって感じですよ。いやいや、まあ、ちょっと、まあ、衝撃的。伊沢さん、タイム早いなと思ってたんですよね、見てて。あ、そしたら案の定。そしたら案の定、一番上にバーンってきちゃって、いや、それ話違くないみたいな。いや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 、いや、ちょっと、それで言うと、俺、はい、もうあれ以上の走りもできないもんだって。そんな、ちょ、頑張ってください。ちょっと、この後予選ですから。使っちゃったもん。使っちゃった。いやいや、この後がもう、本番ですから言ったら。だってさっきとさ、こんな気温変わっちゃってさ、いやだいぶ違いますね、車の絶対バランスも変わるじゃない、はい、そしたら1コーナーどこでブレーキ踏んでいいか分かんないんだけど。何ですかこの時間。何の時間ですか。大丈夫、みんな一緒。そうか、みんな同じ条件で。あ、実際ね、いや、ありがとうございます。これじゃあ実際、まあ、あのちょっと、あ、じゃあ一回ちょっと3名ね、これまだ見事1ポイント獲得した高木さん、ちょっとお聞きしたいなということで、どうでした実際振り返っていただいて、すごい、まず1回ね、はい、そうお聞きしたいなという、安全運転で、はい、譲り合いの気持ちで走ってたんですよ、はい、本当に、はい、あ、ちょっと後ろ早いなと思ったら、はい、まあ、どうぞどうぞって言ったらですね、はい、気づいたら11位だったんですよ、はい、あ、やっぱり1点取れなかったと思って、でそしたら最低がね、後で変わって、はいはい、新幹線乗ってる時に、乗ってる時だったんですね、10位になったよ、はい、ちょうどねそのぐらい時間でしたもんね、うん、相当嬉しかったです。いや、はい、ここでの1ポイント、都合での1ポイント、相当でかい1ポイント、そうですね、はい、まあ、まあまあ頑張ってたんですけど、はい、本当、まあその中で頑張ったおかげで、まあ11位になれたのが、まあ1ポイントにつながったのかなと、はい、なるほど、います。素晴らしいね、素晴らしい、はい、あ、はい、ショー、はい、はい、How are you? Yeah, very good, thank you. Oh, yeah, yeah. How was the race last time? Yes, Sugo was very hard. Uh-huh. But we managed to still get one point, so overall very, very successful, and we somehow managed to make our championship lead more. So overall, good.前回のレース振り返ってどうだったという、ことだったんですけども、まあ、1ポイント獲得できて、まあ、非常に、大変なレースだったと。ちょっとここまで、はい、ショーンだけポジティブだね。ポジティブ、あ、確かに確かに、ショーンだけこれで、ね、オーバーオールでな、最後また茂木へ行って、茂木行って、そうですね、うん、ゴーファイト何頑張ってゴーファイト、ゴーファイト、ゴーファイトさあ、ということで、じゃあね、まあ、これから予選、そして明日決勝ありますけども、アグレさん、実際この、まあ、ドライバーの皆さんにはどういったお声掛けされますか。君ならできる、君ならさっきからそれしか言われてないずっとそう、君ならできるってノリでな、はい、ずっともう、はい、それしか言ってないな、朝の戦友じゃない、朝のフリー終わって、はい、トレーラー戻ったらもうずっとアグリさん、はい、それしか言わない、君ならできる。あ、た Q1 です。あ、伊沢さん Q1 で、はい、Q2 が伊沢は少し楽だ、いや、そうでも、でも1コーナーブレーキキャッてロックしたらもうそれで終わりじゃない、早めのブレーキそうなんですよね、それ怖いんですよ、怖いな、いやいや、本当早めのブレーキだと思っててちょうどいいぐらい、早めのブレーキだと思って、あ、ちょっと早すぎたと思って緩めたらまたロックみたいなのもあるじゃないですか、2段階で2段階でもそれでもいける、いけ、もう一回アクセル戻すぐらい速いとダメだ、踏むぐらいだとダメだけど、はい、大丈夫、それで普通だから、予選の時ってやっぱり気持ちがこう、はい、行きたいって気持ちがあるから、はい、そこまで行っちゃうとロックしちゃうんだけど、はいはいはい、まあ普通に行って速い、どうですか、どうですか、全然なんかあれ下向いて、大丈夫、君たちならできる、それしか言ってないよ、俺嬉しい監督何を言うかで、君ならできる大丈夫ですか伊沢さん、大丈夫ですか、いいんじゃない、はい、うんうんうん、55は ABS ついてます、ABS があったら僕自信持っていけるんですよ、なるほど、ないんですよ、何かちょロックが怖え、ロック怖え、ちょっとな、今日1セットダイヤロックさせてるからな、1個潰しちゃったのも、なるほど、フラットスポーツ、なるほど、結構、はい、
そう、それのイメージしか今残ってない。あ、ちゃったっていうのはすごい鮮明に覚えてるから。はい。でこれめちゃくちゃいいタイム出したらもう多分皆さんもあー頑張ったなーっていう。いや絶対出す。いやいや絶対出す。あ、野次さんなんか。それ一番。まあでも9話終わった瞬間に通ったら僕は笑顔が出る。なるほど。やっと。急に一言になっちゃう。そこで変わりますからこのなんか。なるほど。急に。それを引き継いで野次さん。どうですか。いや、それこそ前回の菅生もそうでしたけど、はい、そういうつもりじゃなかったんです、菅生も。だけど、Q1 伊沢さん行ってもらったら、はい、すごい上の方にいて、はいはい、あれってなるじゃないですか、みんな、はい。そんな中、僕、その週末、ドライタイヤでまともに走ってないんですよ。ああ、そうですね、そうですね。行かされて、そんな不安じゃないですか。不安ですね、ね、不安です。今日もですよ、はい、今日もセクター3、僕まともに走れてないんですよ。毎回誰か300現れて、引っかかって。そう、ここのコースでセクター3すごい速く走らないと、タイム出ないんで、かったりするんですけど、はい、そこいきなり、なんかどこまで行きゃいいのみたいな感じじゃないですか。大丈夫、君ならできる。いやいや、もうやばいやばい。いや、これはプレッシャー。でもだから野尻さんがちょっとネガティブな時は実は早いっていう時ですね、これは。間違いなく。なるほど。まあまだもうちょっと時間あるんでネガティブ継続します。継続します。でもどれぐらいネガティブになるかって吐き気も様子ぐらい。いや、そうですね。緊張するんだから。いや、すごい。で、300。でもその時はね、はいはいはい、ちゃんと結果出すよ。なるほど。野尻はちゃんとちゃんとやるんですけど、あの言い方めっちゃプレッシャーかけてるから。こういう時はっていうね、プレッシャー今でっかいのかかりますよね今。じゃあ次行ってください。はい、さそれでさ、それでさ、まだ続きます、ね。続くんだよ。それでプレッシャーそんなダメな時は、はい、あの俺の嫌な雰囲気。あ、なるほど。でも今年はあんまりその感じはないよな。見たことない。いや今年はだって持ち回りたい。ちゃんとみんな気合、もうマイレース表彰台登ってくれてるんだもん。いや、2人で、はい、2台 で、はい、だから次は今回は55の番、55のバンと。さあ、実は土屋さん、こう逆に500の、ごめんなさい、300の皆さん、ドライバーのお二人にはどういったお声掛けされますか。いや、もう、はい、31号車のプリウスと0号車の初音ミクと、うん、はい、レオンの前でゴールしてくれればいいよっていうだけですよ。うん、なるほど。別に難しいことは言ってません。今ね、高木さんどうですか。このお言葉を受けてプレッシャーなどは感じ。それはないです、ね。ああ、簡単ですよ。今の実践すれば。はい。簡単。だけどなるべく予選でその前に行っとかないと、はい、レースで ね、ええ、抜くの大変なんで。はい。まあウェイト半分ですし今回ね、オートポリス。半分でも一番重いですから、ね。まあでもそうですね。52キロ。積んでいらっしゃる、さあということで、じゃあちょっともうそろそろお時間が来てしまったということでですね、最後にちょっとこのファンの皆さんにですね、お一言ずついただけたらなと思います。まずアグリさんいただけたらと思います。あ、そうですね、はい、期待しててください。いや、はい、来ましたね。このメンバーがやってくれます。いやいや、来たなね、そう感じたよねみんなね。いや、ぜひぜひ皆さんも、はい、それだけ それだけでやってくれます。もうアグリさんが宣言した時はもう好成績しかないんで、ぜひね、応援よろしくお願いいたします。そして土屋さんいかがでしょうか。今年鈴木アグリでかいことばっかり言う。もう大変ドライバーは。土屋さんもうちょっと言ってください。まあ、だけど、それはね、あの朝のフリー走行の伊沢が悪いよね、トップタイム出すんだから。悪いって。それは鈴木アグリ期待するよ。まあ、あの55号車はね、はい、思った通り52キロ積んでるんで、はい、5番手なんで、うんうん、その辺狙って、うん、まあ、最終戦の茂木でチャンピオン決められるように組み立てたいと思います。はい、いやー、楽しみ。ぜひね、皆さん応援よろしくお願いします。さあ、そしてね、ドライバーのお二人、ノンネさんにお聞きしたいなと。ノジさん、いかがでしょうか。はい、はい、まあ、僕はあと何時間このネガティブな気持ちを声のトーンも味わえばいいんだっていう思いですが、はいはい、まあ、なんとかね、300の応援に徹したいと思います。はい、いやでもこの時のノジさんわかんないですからね。さあ、そして伊沢さん、いかがでしょう。そうですね、まあ、朝の車の状態が予選も続いてくれたら、うんうんうん、Q1 は突破できると思うんですが、はい、まあ、僕もちょっとね、びっくりするぐらい車の状況変化したので、なんとかね、予選はそれに合わせて野尻選手にプレッシャーをガンガン与えられるように、クルワンをいい順位です。8位でいいんです。そうだよね、はい、そう、そう、8位でいいって言われたらちょっとだけ気が楽かもしれない。なるほど、もうそのぐらいの感じでいきたいなっていうことですね。こん
なネガティブなトークショーあります？違う、ネガティブとかっていうじゃないです、ね、いやもう今この状況でプレッシャーを感じないわけないじゃないですか。確かに。だからもう口から出さないと潰れちゃうの。なるほど、潰れちゃう。プレッシャーに押し潰されちゃう、はい、なるほどなるほど。分かって。分かりました、分かりました。皆さんもよろしくお願いいたします。さあ、そして高木さんお願いします。かね、ポールを取るか取らないかの話ですよね、はい、ここはね。そうですね。ちょ、5位狙い。なるほど。重たいんで、はい、それに対してずっと修造さんがニヤニヤしてるんですよ、土屋さん。隠れてるんですよ。スピーカーの後ろに隠れてるな。土屋さんに見つからないずっと。修造なんかあのいつものじゃないね、TRD なんかしてるじゃん。あ、TRD 確かに。あ、最初分かんなかったもんね。ちょっと TRD ね、来てらっしゃる。あ、確かに。あ、もらいましたね。伊沢さんから響かないという言葉をいただきました今。さあ、そしてショーン、Could you please tell us your dream for the race? Obviously, we hope to finish on the podium, obviously. You know, trying to, the important thing is to be ahead of the cars in position, in the championship in position 2 and 3. That is the only goal. Yeah. Thank you. まあ、本当に頑張る。いやだ、まあ、いい位置つけて、頑張るということですかね、これは。大体、まあね、はい、明日は表彰台狙っていくんだけど、はい、まあ、他の3台の、はい、あの戦ってるより前でゴールしたい、はい、あ、そうですよね、確かそうですよね。分かってるよ。分かる、もちろん分かってます。ありがとうございます。すいません、なんとすいません、ありがとうございました。ということで、この後予選で皆さん頑張っていただきたいと思います。それではですね、この後ですね、鈴木アンデルさん、そして土屋圭一さん、高木慎一選手、ショーン・ウォーキーション選手にはサイン会、参加していただくということで、お残りいただいて、そして野尻さん、そして伊沢さんはですね、こちらで退席という形でございます。皆様ですね、熱い応援をお届けしていただけたらと思います。以上、監督、そしてドライバートークショーでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。それでは、お席ね、移動していただいて、今から再開を始めさせていただきます。そしてですね、告知なんでございますけども、11月3日オートポリス、あ、ごめんなさい、都合でです、あ、いいのか、ごめんなさい、オートポリス11月3日ですね、はい。